で、今度はですね、図面ワークの基本1ということで、まあ、皆様もですね、最終的に、まあ、提出物で書かれる、まあ、自社用の図面枠を作られて、まあ、そこに、レビットで作られたビューを、まあ、貼り付けて出力をして、提出物というような形で作られるかと思います。その図面枠のところを、やっていきたいかと思います。で、まあ、まず最初に、まあ、図面枠の基本を理解していただくっていう形になります。で、まあ、図面枠、まあ、特には図面枠のタイトルの部分ですね、の部分に、書くものとして、例えば、工事名称であったりとか、会社の名前であったりとか、図面の名称であったりとか、図面の尺度であったり、図面番号であったりとか、その出力した日時であったりとか、まあ、検図者、作成者、検図者、承認者みたいな欄が当然あるかと思います。で、そういったものをどうやって作るのかっていう部分ですね。まあ、そういったものの設定方法ですね。で、それは、例えば、プロジェクト名っていうものはシート、例えば図面がたくさん複数の図面になったとしても、例えばプロジェクト名、例えばオートデスク新社屋新築工事っていう、工事名称があると、全てのシートに同じプロジェクト名が表示されないといけないっていうことになるかと思います。それとは別に図面名称みたいなものは、例えば、配置図であったりとか、基準開閉面図であったりとか、立面図であったりとか、断面図、これはシートごとに違うような項目ですね。そういったものもあるかと思います。ですから、プロジェクト、全てのシートに共通の項目なのか、それともシートごとに違う項目なのか、そういったものが出てくるかと思います。そういったものをどうやって切り替えるのか、設定するのか、そういったものの理解をしていただこうと思います。あともう一つはですね、シートが複数枚にわたってくると、まあ、図面のリストを作りたいっていうふうになってくるかと思います。どんなシートがあって、どういう順番、番号になってて、それが例えば検図されているものなのか、されてないものなのか、終わっているものなのか、終わってないものなのか、そういったもののリストをリストアップするような機能ですね。そういったものがありますので、そちらの方を、やっていきたいと思います。で、まず最初に、図面の名称であったりとか、図面枠尺度の設定になります。先ほど申し上げました通り、まあ、レビットの中ではですね、まあ、レビットで作った建物モデルがあったものをそのまま印刷するのではなくですね、図面枠で作られたものの中に作られたものを貼り付けて出力するっていうような形になります。ですから、レビットで作られたプロジェクトとは別に、まあ、自社のですね、皆様の会社の図面枠をあらかじめ用意していただいて、それを、中に作られたモデルデータを、まあ、貼り付けて出力するっていう形になりますね。で、図面枠、まあ、先ほど申し上げました通りですね、図面枠の中にはいろいろと表示する項目があります。まあ、これを、毎回毎回手で打つっていうのは大変になります。今日の一番最初のセッションの中ではタグっていうものを使いましたが、それの考え方に似ています。要は、そこで使われる名称を毎回毎回打つのではなくですね、共通するものを、表示する。例えば今、青く表示しているもの、これは例えば基本的に図面に共通するもの、どのシートでも同じものを表示したい。ですから、一つ一つ書くのではなくですね、例えば、工事名称であったりとか、その建設のタイプであったりとか、まあ、御社の自分のところの会社の会社名であったりとか、まあ、こういったものは、すべてのシートに共通。それ以外に、その図面を作った人であったりとか、検図をした人、あと図面番号であったりとか、図面、そこに配置されている図面の尺度であったりとか、作成した日時、あとその図面の名称、こういったものは個々に違っているかと思います。設計者のところ、ちょっとこれは微妙ですね。設計者が複数にわたるケースもあれば、同じ設計者の方が全部をやられる方が場合もあるかと思います。こちらの場合は両方なるケースがあるかと思います。それは皆様の会社が請け負われている形態によって変わるかと思います。ですから、プロジェクトで共通、
ここに図面ごとに設計者の名前が変わるよっていうパターンなのか、共通の一人の設計者の方が全部それをやってるんだよっていうのであれば、プロジェクトにするのかシートにするのかっていうような形になります。で、レビットの中ではですね、まあ、こういうふうに何を表記するのかっていうふうに設定するところがあります。で、基本的には、先ほどの青いところですね、青いところの設定項目っていうと、プロジェクトのところにですね、プロジェクトプロパティっていうダイアログがあって、そこに情報が入っていきます。で、そこにはさっき申し上げたプロジェクトに共通する、例えばこうプロジェクト名称であったり、プロジェクト番号であったりとか、オーナーとかですね、全部こういったのはそのプロジェクトに共通するものですね。それ以外に、皆さんの会社名であったりとか、そういったものですねが共通するものは、プロジェクトプロパティ、ここに一括管理されているという形になります。それ以外に、先ほどの図面ごとに違う、今マジェンダ赤紫で書かれているものはシートごとに同じような情報が入ってくるというような形ですね。まあ、このあたりを、まあ、分けるという形になります。ただ、一つのシートの中で複数が入ってくるので、まあ、それをどうやって設定するのかっていうものを、これからやっていきたいと思います。で、図面の、枠の設定になりますと、基本的には新規で、作成をする、もしくはレビットで標準で入っているものを使う、まあ、もちろんレビットの中で標準で入っているものは皆様の会社で使われている図面枠とは異なっているかと思いますので、まあ、それをまあ修正変更して使っていただくか、もしくは一から作っていただくかというような形になります。今日は変更といいますか、どういうふうな形で設定をするのかっていう部分を主にやっていきたいと思います。で、図面枠、例えばシート上に入っている図面枠ですね、そういったものを編集をする、図面枠っていうものもレビットの中ではやはり部品ファミリーというような形で編集することができます。で、図面枠を編集をしようとすると、まあ、こういうふうなのが出てきます。図面のタイトル、今この部分を拡大しているものですね、この部分を拡大しているものになりますが、やはりこの部分で書かれている項目、まあ、先ほど一番最初のセッションでタグですね、タグのところもラベルの編集というような形にしましたが、同じようにここにはラベルというものが配置されているというような形ですね。で、そのラベル、ここにはどんなラベルを表示するのかというような形を設定をしていることによって表示される項目が出てくるというような形になります。実際にですね、ファイルを開いていただこうと思います。セッション3の中の、ファンズワースハウスっていうのがありますね。ちょっとこのファイルをちょっと開いてもらえますでしょうか。ファンズワースハウスですね。で、ここにはですね、あらかじめ、シート上にレイアウトしたものがありますが、まあ、さっきの図面枠ですね、こちらの方があります。で、基本的にはレビットの方は今ここには新規で入っていますが、レビットの標準の図面枠っていうのはどこにあるのかっていうと、挿入タブの中ですね。挿入タブの中の、ファミリーをロードっていうような形ですね。そうすると、デフォルトでは、ジャパンっていうフォルダーになっています。で、この中に、ですね、図面枠ですね、こちらの方に図面枠っていうものがありますので、まあ、こちらの方には、A0 の図面枠、A1、A2、A3 ですね、ロゴあり、ロゴなしみたいな、あと A4 サイズっていうものがデフォルトで用意されています。それ以外に、先ほどのジャパンですね、ジャパンのもう一つ上にあるんですけれども、ちょっとジャパンというフォルダーと並列のところにジャパンラグですね。これはレビットユーザーグループと同じ仕様を合わせたものになりますが、ジャパンラグっていう中にも図面枠っていうものが用意されています。まあ、ここにはいくつかですね、まあ、パターンのもの、先ほどと似ていますが、こちらの方にも図面枠が用意されています。
まあ、どちらでも同じように設定されているというような形になります。で、オリジナルのものを、まあ、変更していただくか、こちらの方ですねを使って変更するのか、すでに入っているプロジェクトの中を変更するのかになります。まあ、ちょっと今回はですねちょっとキャンセルしていただいて、このファイルを編集してみたいと思います。この図面枠のところですねをクリックします。あ、すみません、ちょっと一つ前に戻りますね。シートのところですね、今この状態を作るのはっていうと、今こちらのシートっていうところがありますので、右クリックをすると新しいシートを作成ですね、もしくは、表示の中の、シートの作成ですね、こちらの方をクリックすると、新しいシートを作るっていうことができます。で、ここで選択するっていうのがさっき申し上げた、自社の図面枠、もしくはさっきのレビットの入ってる図面枠をロードして持ってきて使うっていうような形ですね。で、こちらの方を開くっていうような形でやると、まあ、白紙の状態が出来上がる。まあ、これを、こちらの方から実際の図面の方をドラッグ&ドロップして使うという形になります。ですからこれが、ベースの図面枠っていうものになりますね。じゃあこの図面枠を変更するっていう時には、今この図面枠を今修正コマンドに切り替えていますが、修正コマンドの中で、今図面枠を選択をします。そうすると図面枠のところで青い部分ですね、こちらの部分が先ほど、タグでやったみたいに青いところは変更できるような状態になっているっていうことですね。で、今ちょっとこちらの方には入っていないので、こちらの方をちょっと設定してみたいと思います。で、今この図面枠のところでファミリーを編集ですね。そうすると、図面枠の、編集画面に切り替わったかと思います。先ほどと全く同じものが出てきているかと思いますが、そうすると、先ほどのタイトルの部分ですね、こちらの方には、どこに何を表示するのかっていうものが出てきているかと思います。例えば、今工事名称のところが今あえて設定してないので、ちょっとここを追加したいと思います。あとそれ以外に、会社名のところもですね、とあと県図のところですね、こういったところが今ちょっと空欄になっているので、ここをちょっと設定してみたいと思います。まず最初に、この工事名称ですね、まあ、追加するときにはラベルですね、ラベルを選択をします。で、位置合わせですね、上下の位置合わせですね、すみません、これは水平の方ですね、右左側合わせ、中央合わせ、右側合わせですね。で、左合わせで上下の方は、上合わせか真ん中合わせか下合わせかですね。で、真ん中合わせにしたいと思います。左揃えの上下は中央、真ん中合わせですね。で、それをどんな文字のサイズで、表示するのかっていうような形ですね。で、これも、開くシートごとに違っていますので、例えばここにないようなサイズ、まあ基本的にはこのサイズから選ぶっていう形になりますが、タイプを編集っていうような形で、開くと、まあ、先ほどのここにないようなサイズ、例えば5ミリがないっていうことであれば、ここで複製ですね。で、5ミリっていう名前をつけて、まあ、実際にこちらのサイズですね、まあ、5ミリに変更する、まあ、タブのサイズ、まあ、名称でタブを使うということはまずないと思うんですけども、まあ、とりあえずは、文字のフォントですね、フォントのスタイルであったりとか、文字の大きさですね。で、タグのところでやりましたが、まあ、文字の、ボックスを書くのか、透明にするのか、不透明にするのか、あとボックスにした時の空きサイズですねを設定するのか、まあ、ボックスを使わなければこのオフセットっていうのはあんまり関係ないですね。で、とりあえず今回重要なのは文字の大きさと、フォントのスタイルですね。
そういったのを作るとこちらの方に追加されたっていうような形になります。じゃあですね、例えば今こちらの方の工事名称のところを、設定したいと思います。工事名称、とりあえず、名称としては4ミリのサイズを使って、今こちらの方ですね。で、今、左揃えにしていますので、スタートラインで今例えば中央の位置ですね、上下はセンターにしてますので真ん中あたりをクリックします。そうすると、今クリックしたところに何を表示するのかっていうのが出てきます。こちらの方ですね。で、今こちらの方ではプロジェクトの名称になりますので、プロジェクト名ですね、こちらの方を、追加をします。プロジェクト名を選んで追加ですね。そうすると、こちらの方にその大きさでプロジェクト名が、配置ができたっていうような形になります。あと、ちょっと修正に切り替えましたが、こちらの方のサイズですね、文字を表示する範囲になってきますので、こちらの方は、できる限り大きくしておいていただいた方がいいですね。じゃないとそこで開業してしまう。今、この枠いっぱいいっぱいにしていますが、例えば、これぐらいにしてしまうと、この範囲で文字が開業してしまう可能性があるので、なるべく図面枠いっぱいいっぱいにですね、設定をしておくっていう形になります。あと、例えば会社名のところですね、同じようにラベルを、追加をしたいので、作成の中のラベルですね、先ほどちょっと修正に切り替えたのでもう一度新規に入力になるので、作成のところからラベルを選択します。で、会社名、例えば同じような形、ちょっと会社名を少し小さくして、例えば3ミリのサイズで、こちらの方をクリックします。で、今ですね、こちらの方をちょっと見ると、ここでは、タグの時にやりましたように、ここに必要な項目が、出てくるような形になりますが、ちょっとここの中にはですね、会社名っていうのがちょっと入ってないですね。入ってないですね。ですから、そういった場合にはないものの場合は、追加をしないと、ここに選択肢がない場合には必ず、追加をします。で、こちらの、パラメータを追加ですね、タグの時にもやりましたように、追加をする時には必ず共有パラメータ、プロジェクトのファミリーの共有、先ほどの、プロジェクトで使ったりとかですね、表示するためには必ず共有パラメータというのを使わないといけない、選択肢、選択しかできないような状態になっています。で、ここで選択っていうのを選びます。先ほど、一番最初のタグのところで、共有パラメータを選んだのでサイズっていうふうになっています。で、ここにはサイズがしかないのでちょっと編集をします。で、今日ダウンロードしていただいた方はですね、この参照っていうところのですね、今日の、3つ目のセッションのセッション3の中に、こちらの方は、共有パラメーターの図面枠のテキストっていうのがあるかと思います。これをクリックします。そうするとこの図面枠の中に、例えばさっきちょっと画面が隠れてしまっていますが、こちらの方に会社名というのがあればよかったんですが、ないので、今共有パラメーターの中にある会社名というものを使いたいと思います。で、 OK ですね。あ、すみません、これで呼び込まれましたね。で、この状態で会社名ですね。で、 OK ですね。で、すると、
名前のところに会社名っていうものが入ってきたかと思います。で OK ですね。で、こちらの方に追加がされましたので、追加ですね。で OK ボタン、そうすると、こちらの方には会社名が入るような器ができたっていうことですね。先ほどと同じようにちょっと範囲の方を広げておきます。で今度はですね、検図のところも同じような形で入れたいので同じようにやりたいと思います。ただ今度はですね、左右の中央合わせ変えたいと思います。で上下はそのまま中央ですね。ですから、今この検図っていうところのまあ大体中央あたり、このあたりですねをクリックしたいと思います。で、検図者ですね、すみません、検図ですね。検図同じように探したいんですが、ちょっとこちらの方に検図がないので先ほどと同じように、パラメーターを追加ですね。で共有パラメーターの選択でここに、検図っていうのがありますのでそれを選んで OK ですね。先ほどと同じように OK で追加で OK ですね。そうするとちょっと大きいので今度は逆にちょっと小さくしますね。同じように、こちらの方には検図日ですね、ちょっと上下左右揃えるような形で今破線が表示されているので、まあ、縦方向と横方向を揃えるような形のところですね。でこちらの方をクリックします。で同じように検図 B っていうのがあればいいんですがないのでこちらの方のパラメータを追加選択で検図 B ですね。で OK で OK ですね。追加で OK というような形で検図 B、まあ、これも同じように大きさを変えておきます。あ、すみません、ちょっと横と大きさが違ってましたね。修正に変えます、先ほどの検図日と検図ですね、これが、こちらのサイズが、2ミリですね。ですから検図と検図日も同じように2ミリに変えたいと思います。これを選んで2ミリですね。で大きさが揃ったかと思います。そうすると、まあ、これでまあタイトルのところは全て埋まったような状態ですね。まあ本来であれば同じように全部ですねプロジェクト名とかだけじゃなくてこういったものを全て同じような形ですから皆さんが、白紙の状態から作るやり方としては、まあ今のような形で全部この項目をですね打ち込んでいただく。ただ、こういったところは普通の文字ですね、先ほどの、作成のところにはラベルっていうものとその隣に文字っていうものがあります。まあ変える必要のないもの、固定のものは文字ですね。例えばここに書いてるタイトルの検図であったりとか図面番号、工事名称というのは変える必要がないのでそれは通常通り文字で書いていただく。ただここに入ってくる項目はそのプロジェクトであったりとかシートごとに変わるものは全てラベルっていうものを使って今のやつをやっていただくっていう形ですね。でこの状態で出来上がったものを、実際に開いているプロジェクトにロード、まあもちろん、保存、自社の図面枠であればこれを保存していただくっていう形ですね。で保存したものを、まあ、プロジェクトにロードをするっていうような形になります。で上書きをすると先ほどなかったところに、まあ、こういった形で、出てきている。って形ですね。さっきの、工事名称は共通のところに入っているので自動的に書き換われていますね。あ、工事、会社名のところがちょっと出てないですね。で、共通の項目のところはですね、今図面枠を選択すると先ほどのように青く表示されているものがありますね。
プロジェクトに共通の項目っていうのは、管理の中に、プロジェクトのところですね、こちらですね、クリックすると、すみません、プロジェクトのプロパティ、ちょっとアイコンが小さくなっていますが、皆さんの方はもしかすると大きなアイコンだと、プロジェクトのプロパティって表示されているかと思います。で、こちらの方をクリックすると、そうすると、ここにはプロジェクトに共通するようなものですね。で、先ほどちょっと設定してなかった会社名のところ、まあ、例えば自社の名前ですね。自社の名前が入ってくると、まあ、それが、このタイトルのところに、まあ、当然入ってくるっていう形ですね。で、今こちらの方の図面枠のところはっていうと、今シートのところにはですね、平面図であったり立面図であったりとか、アクソ目、バース図、3D の展開、あと今開いてる、無題になっていますが、図面枠っていうものが出てきますね。ただ、これらはすべて、共通になるので、例えば1階の平面図っていうふうに開くと、先ほど作った、工事名称なり会社名がもうデフォルトで入ってくるっていうような形ですね。で、それ以外に、例えば、こちらの方を見ると、1階の平面図の方ですと、工事名称であったりとか、会社名、あと、まあ、工事タイプ、図面名、設計者名っていうものが出てきているかと思います。ちょっと先ほどのやつと並べて表示しようと思いますので、ちょっと表示の中の、いくつかウィンドウが開いているので、タイル表示ですね、にしたいと思います。で、ちょっとシートはいらないので、シートはちょっと小さく押してタイル表示をしますね。ちょっと上下に並べる機能がないので、ちょっと手で上下に並べますが、上の方はですね、先ほどの、1階平面図の図面枠ですね。で、下の方は先ほど作った方の図面枠になってますね。で、こちらの方は、共通の項目はそれぞれ入っていますね。ですから、どこかで1箇所変更すると、例えば今これサンプルっていうのをちょっと消しますが、そうすると、こちらで変更したものが他の図面にも反映する。会社名のところですね。変更すると、会社名のところは反映される。で、新築工事っていうところも、変更すると、同じものが反映される。ただ、図面名称っていうのはこちらの方で書いてるものが下には入ってないですね。例えば下の方に、図面打ち込んだものは、これはこの図面、このシートしか反映しなくて、こちらには反映してないですね。まあ、設計者のところも同じような形ですね。図面の方でシートごとには変えるんですけども、他のシートには反映しない。それとは別に、シートごとに変えたものが他に反映するものっていうものがあるっていうことですね。で、さっきの、このシートごとに全て変わるものっていうのは、先ほどのプロジェクトの中に書き込まれているもの、先ほどの工事名称であったりとか、会社名称、あと工事種別っていうものは、ここにあるものは共通で変わるっていうことですね。で、それ以外の、例えば図面名称であったりとか設計者名っていうのは、プロジェクトの中にないので、シートごとに変わるっていうことになっています。じゃあ、このシートごとに変えるっていう時にどうするのかっていうやつですね。
ちょっとアイコンが小さくなっているんですが、こちらの方にちょっとアイコンを表示します。先ほどプロジェクトのところの上のところにプロジェクトパラメータっていうコマンドが用意されています。でこちらの方をクリックします。そうするとですね、こちらの方にはですね、あれ、あ、いいのか。ですね、例えば先ほど ケンズっていうところですね、っていうのを作りました。でここにケンズとケンズ日っていうのがありますね。でちょっとこのケンズ日、すいません、ちょっとケンズ日余計なやつが入ってしまってたので、ですね、ちょっとケンズ日とケンズとケンズ日っていうのがあるかと思います。ちょっとこれを削除していただき、一旦削除していただけますでしょうか。本来であればここ入ってなかったはずなんですけど、すみません、ちょっとこのテンプレートの中に入れてしまっていましたので、本来はこういう状態ですね。図面枠を読み込んだだけだとここには出てこなかったはずなんですけども、今出て、これで今こういう状態です。ですからこういう状態で追加ですね、追加をします。で本来であればここにケンズとケンズ日を追加をしないといけないっていうところですね。一番最初のタグのところでもやりましたが、共有パラメーターにしないとこういうところには出てこないので、下の共有パラメーターっていうところに使います。で選択ですね。で先ほどの図面枠、例えばケンズっていうものをこの図面枠で使うっていう形ですね。でここで重要になってくるのが、どこにその情報、今このケンズっていうのをどこに使うのかで、ここには全てのカテゴリーが出てますけども、シートの場合基本使うのは2つだけです。プロジェクト情報っていうところか、もしくはシートかっていうところですね。シートっていうところ、どちらかを設定するっていう形になります。でプロジェクト情報に設定をすると、先ほどの工事名称であったりとか会社名称のような形、全て先ほどのプロジェクトっていうダイアログの中に入ってくるっていう形になるので、全てのシートに共通にすることができます。逆にシートってやるとシートごとに変わるっていうことになります。ですから例えば今このケンズ日っていうのを、シートっていうふうにすると、シートごとに違うっていう形ですね。で、OK ですね。同じようにケンズ日っていうのもありますので、こちらの方で追加で共有パラメーターで、ケンズ日ですね、こちらの方も、シートの方に設定をするっていうような形ですね。で OK ですね。ケンズ日と、ケンズとケンズ日ですねっていうものが追加しました。そうすると、これは、このシートだけしか反映しないので、例えば、こちらの方の、ケンズのところ、例えばこれで名前が入ると、で日にちですね、例えば2014、今日は3月の13ですね、であったりとか、こちらの方のシートはまた違う人がケンズをする、ケンズ日を、それぞれシートごとに違うものが入ってくるっていうことですね。そうすると、シート、先ほどの、工事名称とは別にここに違うものが作れるっていう形になります。同じように設計者名のところも今は、違っているので、こちらの方の設計者名が、
とか番号の方ですね。そうするとシートごとに違うものになりますね。で、今度は逆に同じものを設定したい。例えば今設計者名は1人の、管理設計者は1人で全てをやるので、毎回シートごとに変えるんじゃなくて、一箇所でさっきのプロジェクト情報と同じように変えたいっていう時にどうするのか。先ほどプロジェクトパラメーターのところですね。で、先ほどの建築のですね、あ、そっか、すいません、ここではダメですね。ですね、先ほど建図日とかですね、建図とか建図日っていうのは共有パラメーターで読み込んできましたが、それ以外にレビットが標準で、もうこれはユーザーが触ることができない、もう最初から用意されている項目が、こういった項目があります。で、例えばさっきのプロジェクト、あれ、すみません、プロジェクト、まずプロジェクト名が抜けていますね。プロジェクト名であったりとか、クライアント名というものは共通なので、同じものは全部プロジェクト情報の中に入ってきますね。それ以外に先ほどのシート名とかシート番号、シート発行日、尺度、承認者っていうのは、もうデビットの方ではシートごと、これはデフォルトで決まっています。ですから、先ほど、設定をしなくていいもの、逆に言うとこれは使うともうここに保存がされるっていうものですね。これは逆に変更ができないものになります。で、これ以外に先ほどの建図とか建図日っていうのはここにないので、先ほどみたいに共有パラメーターを使って、設定をしたっていうような形ですね。っていうものが今このシートのプロパティっていうところになります。ですから、ここにあるものを使うと自動的に保存先って書かれているプロジェクト全体で使うものなのか、シートごとに使うものかっていうものはここにリストアップされているっていう形になります。で、もう一つですね、先ほど新規で追加した06番ですね、こちらの方をちょっと画面を大きくします。で、ここにはですね、図面、ちょっとタイトルの方を、図面リストにしました。あと図面番号ですね、106ってなっているので、それをちょっと変えたいと思います。例えば100番、 A の100番でしたいと思います。図面リストっていうものがあって、それ A の100番っていうふうに打ち替えました。そうするとですね、今こちらの方のプロジェクトのところですねを見ると、先ほど106番になってたんですけども、100番にしたので自動的に相当がかかって、まあ、この順番で並んでるっていうような形ですね。で、例えば今からどういう図面があって、それを、まあ、表形式にリストを作りたいと思います。レビットの、表示のタブの中にですね、集計、その中に、シート一覧っていうものが用意されています。で、シート一覧っていうものをクリックします。今日何回も出てきているかと思いますけども、こちらの方のシートのプロパティっていうところに今から出すものっていうものが出てきます。で、例えば、シート番号を拾い出したい。で、あ、すみません、シート番号ですね。で、シートの名前、シート番号であったり、シートの名前であったりとか、それの、例えば、設計者であったりとか、承認日で、承認者であったりとか、建図者であったりとか、建図した日時であったりとかですね、
そういった情報を取り出したいっていうところですね。取り出したい情報というものを今リストアップしているという形になります。あと、並び替えですね。でこちらの方で例えば、シート番号順、例えばさっきの A の、順番ですね。この順番に並び替えたい。で、内訳、まあ、これは、全てのシートを出すので内訳はチェックした状態です。この状態で OK ボタンを押します。そうすると、まあ、こういった形で、図面のシート番号 と、シートの名前とその設計者であったりとか承認者であったりとか建造したものが出てくるっていうような形ですね。で例えば今これ、ダイアログ先ほどの、シートのところ図面リストですね。図面リストのところを開きます。まあ、当然まだ何もレイアウトしてないのでこういう状態ですが、今、図面のシートを作ったものが、こちらの方の集計表数量っていうところに、シートリストっていうような形で表が作られています。で、こちらの方を図面枠上にドラッグアンドロップですね。あ、ちょっと文字がかなり大きかったみたいな。シートのリストをこちらの方にドラッグしてドロップすると、まあ、こういう形で、表が出てきたかと思います。ちょっとバランスが悪いのでちょっと修正をかけます。今こちらの方ですね、ちょっとダブルクリックをすると、先ほどのシートのところに切り替わったかと思います。で先ほどシートのところですね、かなりちょっとバランスがあまり良くなかったかと思いますが、こちらの方のシートの文字の大きさっていうものはこちらの方の、外観ですね。外観のところを見ていただくと、で編集ですね。そうするとここに、タイトルの文字の大きさ、あと、見出しの文字の大きさで本文の文字の大きさ全部7ミリっていう形になっていますね。ですからちょっと文字のサイズが大きかったみたいですね。ですからちょっとこのサイズを変えたいと思います。で例えば今これ2ミリっていうのが一番上にあるので2ミリに変えるとちょっと全部2ミリに変えますが、そうすると先ほどのシートのところですね、実際の100番の図面リストのところは、そのサイズですねで、表示されたかと思います。図面のシートのところですね、今この辺りにレイアウトされていますが、そのサイズはっていうと今こういった形で、リストアップされてきているという形になります。例えば、今これで、承認とか検図とかですね、承認者のところ1番ですね、1番のところの承認者検図者、すみません、ちょっとここで、検図のところを見ますね。立面のところ、立面のところに今、検図者が入ってないですね。ですからここで例えば、検図の名前であったりとか日にちっていうものが打ち込まれると、さっきのシートですね、図面のシートのところ、そうすると今変更した内容が、そのまま反映されてくるっていう形ですね。っていうような形で、図面のシートっていうものがここにリストアップされていきます。でシートが追加されると、例えば新しいシートで別のシートが追加される、先ほどと同じようにシートが追加されると、でここに例えば A の106っていうのがありますね。で例えばこれは、小サイズ。何かの、小サイズが書かれたとしますね。まあ、ちょっと今回レイアウトしませんが、そうするとシートのところにも、自動的に今の項目が追加されてくるっていうような形ですね。ですから表を毎回毎回作らなくても、レビットの集計機能
と同じように表がどん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 追加されてくるっていうような形になります。そうするとですね、ただちょっと今、A の101からスタートしてますけど、 A の100の図面リストは自分自身のシートなんでこれは必要ないよっていう時にはですね、こういった時は、今このシートのところをダブルクリックします。編集をしますけども、今シートのところですね、ここにフィルターがあるのでフィルターを使って、自分のシートだけは、除外するっていうことをしたいと思います。フィルターのところですね、で例えば、シート番号、まあ、シート名でもいいんですが、例えば今シート番号が、例えば、どうしようかな、101と要は、ここから下だけ表示したい、 A の100番を表示したくないっていう時に、例えばシート番号の、ちょっと順番が変ですけども、A の101よりものイコール等しいか、大きい数値の時にリストアップするっていうような形ですね。っていうふうにすると、そうすると先ほどの見出しの項目はなくなったかと思いますので、必要なものだけをここでリストアップするっていうことができたかと思います。ちょっと今先にちょっとこれをご説明するのを忘れてましたが、先ほどのシートの一覧っていうものを使って、シートをリストをする。で例えば先ほどのように、まあ、フィルターを使って、図面番号ですねを、表示すれば今みたいなものは出来上がってくるっていうような流れですね。こういった手順で、図面リストを作るっていうような形ですね。で、まあ、先ほどやりましたようにシートを作って、まあ、ドラッグアンドロップしてレイアウトするっていうような流れになりますですね、はい、であとまだ少し時間があるので、先ほどの、シートの新規で作る場合ですね図面枠、先ほどオリジナルで入っている場所っていうものはファイルを開くっていうところの、図面枠ですね、ライブラリーの中にジャパンっていう中に、図面枠っていうものがあるのか、もしくは、その一つ上のジャパンラグっていう中の図面枠の中に、まあ、デフォルトで用意されているもの以外に皆さんが、ご自身の図面を作りたい、例えば、AutoCAD でもうすでに図面枠をお持ちになってて、それをレビットの図面枠に置き換えたいっていう時にどうするのかっていうと、新規作成でこちらの方に、レビット上のタイトルブロック、これが、図面枠というような形になります。ですから、新規で今お持ちの AutoCAD で使ってる、図面枠が DWG ファイルもしくは DXF であれば、新規作成でタイトルブロックっていうような形で開いていきます。で、ここにはデフォルトの、図面枠のサイズですねが用意されています。 A1 サイズ、 A0、 A1、 A2、 A3、 A4 ですね、そういったものがありますので、この中から、必要な図面枠を選択するっていうような形ですね。例えば A2 のサイズっていうものを選んでくると、そうするとこのサイズっていうものが、A2 のサイズですね、今縦のサイズが420で、横のサイズが、594っていうような形の A2 のサイズの大きさってなっています。ですから、こちらの方から、挿入で、今 CAD データ DWG ファイルをお持ちになっていれば、ここで図面枠を読み込んでいただければ、多分今使われている DWG のファイルがこのまま取り込むことができるっ
という形になります。ちょっと皆さんの方にですね DWG ファイルを入れてなかったので、ちょっと今ご説明するのがちょっと今からできないんですが、通常であれば、まあ、DWG ファイルがあるとそのファイルを選んでいただいて、あとまあ AutoCAD で作られ DWG ファイルであれば多分 AutoCAD で作られているかと思いますので、まあ、この値の自動設定でいいかと思います。であと位置合わせもまあセンターでいいかと思います。あとカラーの方ですね、基本的にはレビットの方で、カラー設定、ここでいうカラーというのはAutoCAD で作っていただいた時の、レイヤーのカラーですねになります。ですからそのレイヤーのカラーを保持するのか、基本的にはレビットは白黒でやられることが多いかと思いますので、まあ、白黒にされた方が後から変更が少ないかと思います。ですが白黒の場合であればここで白黒ですね。ちょっと今選んでるのが A3 なのでちょっと図面枠を選び変えます。新規の先のタイトルブロックで A3 ですね、 A3 サイズですね、こちらの方で、挿入で、例えば A3 の枠の図面枠があればそちらを使ってモノクロで読み込むっていうような形ですね。で、DWG ファイルを取り込んでくると、ただ、今現状で使われているオートキャドで使われている図面枠の方では、文字とかですね、そういったものが、あるかと思います。ただそれはオートキャド上で、図面枠を名称を変えられている形になるので、そうなってくると今これオートキャドのデータになっているので、今読み込んだ DWG を触っているとそのままある意味ブロック図形ですね、何も変更ができない状態ですから、例えばさっきのこちらの名称であったりとかプロジェクト名、図面名称っていうものはオートキャドであれば打ち替えができますけれども、読み込んだままですとそのまま変更ができないっていう状態になります。ですからそういった場合にはこちらに分解があります。分解をしておきます。そうすると、レビットのデータに置き換わるっていう形になります。でレビットのデータに置き換えれば、オートキャドで作られて標準的なものを残しておいて、ただ、今こちらの方は、文字になっていますので、文字の部分は、まあ、削除するような形ですね。こういった、まあ、下図だけでも残しておくような形ですね。であとはここにさっきやりましたようにラベルをつけていくっていうような形ですね。必要なものの文字だけ残しておいて、あとはそれを変えていくっていうような形ですね。で分解をしてしまえば、レビットの、線と文字に置き換わっていますので、例えば線の太さを変えたり文字の色を変えたりっていうのは、今、こちらの方を選択すると、そうするとここにカテゴリーっていうところがあるんですけども、ここは基本的にAutoCADで設定されたレイヤーの名前が出てきてるはずです。ですからオートキャドで作られたレイヤーの名前であったりとか太さでそのまま来ています。ですから例えば、レビット上でそれを変えたいっていう時には通常通りこれを、選んでいただいて、例えば太さを変えるとかですねっていうものはこちらの方で、置き換えてしまえば通常レビットの要素としての変更が可能になってきます。まあ、先ほどの文字っていうものもオートキャドと同じように分解してしまえば、同じように編集するっていうことができますので、あとそこに不足する部分として先ほどやりましたように、作成のラベルですね、例えば、工事名称ですね、こういったところにちょっと文字のサイズが大きいですね。文字のサイズを4ミリぐらいのものを作りますけれども、ですね、文字のサイズを作って、でここに例えば先ほど言いましたようにプロジェクト名
こういうふうな形でラベルを追加するっていうような流れですね。こういった形で、まあ、先ほどやりましたようにどん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 必要な項目、会社名であったりとか、図面の尺度であったりというような設定をしていただければ、自分用の自社用の図面枠っていうものを作り上げるっていうことができるかと思います。で、作ったものを、まあ、先ほどのように、プロジェクトにロードをかけるとですね、例えば先ほどの図面リストのところですね、ここで先ほど作ったやつに置き換えると、これは先ほど作った図面枠ですねが取り込まれてきましたので、毎回先ほどの工事名称なんかはそのまま来ていますね。ですからこういった形で図面枠を作っていただくというような形になります。ですから DWG の場合は必ず分解する必要が出てくるかと思います。読み込んでいただいた図面 DWG で作られたものを読み込んで、そこには工事名称であったりとか尺度は直接書かれていますので、まあ、分解をしていただいて必要なものだけを残して、あと不足する先ほどのプロジェクトの名称であったりとか尺度であったりっていうものを逆にレビットのラベルっていうものを使って補っていただく、それで自社の図面枠を作るっていうような流れですね。そういった形になるかと思います。はい、じゃあ以上でこのセッションは終わりたいと思います。